料理研究家高橋義郎です。普段のおかずにもお弁当にもぴったりな一品をご紹介します。どうぞ。まず背ワタを取ります。背側に5ミリほど切り込みを入れると、黒い肝状のものが背ワタなので、水か水に少し片栗粉を溶いたもので洗い流してください。次に衣を作ります。ボウルに卵、片栗粉、塩コショウを入れて混ぜ合わせます。ここにエビを加えて揉み込みます。緩すぎると衣がエビにうまくつかず、ソースも絡みづらくなるので、衣の粘度に気をつけてください。揚げ油の温度の目安はこのように衣を少し垂らしてみると分かりやすいです。170度に温めた揚げ油にエビを加えて、両面を約1分30秒ほど揚げて油を切ります。これぐらいの焼き色が目安です。揚げている間にソースを作ります。マヨネーズ、練乳、レモン汁、生クリーム、胡椒を入れて混ぜ合わせます。ここに揚げたエビを加えて、全体にソースが絡むまで混ぜ合わせてください。熱いうちに絡ませることでより馴染みが良くなります。お好みの野菜と一緒に盛り付けて、粗挽き黒胡椒を振ったら完成です。